を70分ぐらいにする、オールロケ、オールアフレコ、何を題材でどういうドラマを描いても OK。 監督になりたくてなれなかった人とかにもう一回チャンスが巡ってくるわけですよね。本当に時代劇のポルノ、ドラマポルノ多いんだよ、びっくりする。あとはまあそのアクションコメディもあるしなんか全然想像つかないでしょだ本当にいろんなものが多様性があるので、うん、こういうのもあるんだみたいな感じで、はい、あの楽しいと思います。まずはその作りたかった人たちが、俺が監督やるんだっていう風に、乗り込んでくる、うん、その情熱が作品にちゃんと現れるわけですね。だから、脚本家もそうだし監督も、でそこで描かれるのはやっぱりその当時の、なんだろうな、社会風俗、うん、それか性風俗、うん、それが、70年代から80年代にかけて少し変貌する部分もあったりとかするのが面白いよ、うん、まずね、だからどっかにあるかな、一条さゆりさんのやつありますよね、そこに。そうですね、あのストリップをね、やっぱりあのすぐ分かりますよね、劇場での女性がね、うん、ストリップの、ところで働く人たちを、うん、ムロマンポルノは、人間群像劇として採用して、はいはい、それの題材で映画を撮ったりとか始めるわけですよ、うん、高木さんが一番好きな映画の一つかもしれないですね。そうですね、一条さゆりは私は、まあ、ちょっと後で、うん、ちょっと新井さんのような方に見ていただきたいなという中での一本で説明させていただければいいと思うんですけど、はい、なんかまあその吉川さんが言ってた風俗っていう面で言うと、多分そのまあとにかく最初は、原作がなく、今結構、ベストセラーの映画化とか多いと思うんですけど、うん、最初はもう完全にオリジナルの作品だけで作ってたんですね。原作あるものを使わないで、脚本家が、自分で考えた話を誰かに監督してもらうっていう、そうです、分業制でしたよね、監督と。で結局そのプロデューサーの方も、うん、本数が多いからどんどん回していかなきゃいけないんで、うん、ローテーションでとにかく脚本家と女優を決めろっていう、うん、あのところで、そこが決まってから監督とかこうプロデューサーをこう割り振っていくっていうやり方をしてたみたいなんですけど、うん、でまあそのオリジナルだったっていうのもありますし、 でその後でちょっと経って、まあ、その原作ものをやるっていうことで、その SM もの、うん、花と蛇っていう有名な原作の、うん、それが出てきたりとかしてきたんですけど、まあ、吉川さんもおっしゃるように、その70年代って多分そのなんか割とこう反権力とか、うん、まあ、あとその監督たちも若くて、今までこうこんな映画作りたかったって自分たちが思ってるようなものを作るとか、あとはもうルマンボルノを作ること自体が手探りだったので、うん、なんかこう混沌とした中でみんな手探りであのやってる感がすごいあるんですけど、はいはい、だんだんまあそれが安定してきて、でその80年代になると、そのアイドルものというかですね、うん、まあ、多分吉川さんとかリアルタイムに入っていくんですかね、その辺だとどうなんですか。俺はだから、76年ぐらい、実際に、俺が最初に見たのはっていうか、71年に、うん、ロマンポルノをやりますっていうふうに発表したニュースを見た私は、中学の2年生です。あ、何を思ったかっていうと、はい、頼むから俺が18歳になるまで消えてなくならないでっていう。やっててくれと。そう。18歳になったら見れるんだから、それまで頑張っててっていうふうな、その、憧れですよ。あの、そこに向かいたい。早く大人になりたいという、それしかまずなかったのね。何のことはない。中3の終わりぐらいにもう潜り込んでる。だからそれで、あの、まあ、見てしまって、大人の世界を知るわけですけども、なんだろうな、その、俺はアイドルの映画を見る前に、今言った80年代の方はもう、そのリアルで、リアルタイムで毎週毎週風景あるのを見ましたけども、本当言ったらば、70年代の、監督たちの映画、まあ、5人の70年代の、5人か、ちゃんとしたっていうよりか、私が、素晴らしい監督だなと思う監督たちを、お名前を言います。熊代辰美監督。田中昇監督。曽根忠誠監督。小沼勝監督。そして西村翔吾郎監督。はい。この5人が、私は、まあ、70年代の日活の、ロマンポルノを支えた、5人衆
というふうに呼ばせていただいてます。いかがでしょうか。まあちょっといろいろ私も意見があるんですけど、それはそれで、よくて、いや、なんかその、なんですかね、まあその風俗的な側面で言うと、多分まあ、吉川さんリアルタイムだったか分かってると思うんですけど、なんか、やっぱり、オールロケじゃないですか。はいはい、だからやっぱその当時の風景。だから渋谷とか新宿とか、紀伊国屋とかね、新宿の。うんうん、渋谷で言うと、東急文化会館があったところとか、うん、なんかこう、いろんな場所がロケなんで、見れるんですよ。今では失われたね、東京の中の風景がありますね。映画の中で見れるんですね。そうなんです、そうなんです。あとやっぱり音楽も結局劇版じゃないので、うん、当時のまあだからピンクリリーの歌とか、はいはい、中島みゆきとか流れてくるんですよ。でそれがうまいんですよ、使い方が。それは、うん、入れちゃって大丈夫なの？それ許諾通って許諾全部許諾 OK なのね。新宿乱れ町行くまで待ってっていう映画があります。同じ新井さんと脚本なんですけど、はい、新井春彦さんの脚本第一作なんですけども、はい、それで曽根中正監督が監督したんですけど、はい、それはバックにかかる、曲は、はい、おこんな、その当時の曲かかるんだっていうのがあります。はいはいはい、それはね、そこだけでも、新宿のゴールデン街ってわかる？わかります、うん、あそこが今は、あそこでは今は割とこう、若者たちが出入りするけども、その当時は、その映画を目指そうとする、うん、若き脚本家、助監督、とかが、たむろす場所だったわけさ。そこの風俗がちゃんと描かれているので、もう、面白くてたまれません、そこは。そのね、吉川さんが持ってきてる天使の原と赤い教室という作品も、うん、ゴールデン街がすごくうまく使われてるんですけど、やっぱりその街を今見るんだったら、やっぱりそういう自分が知らない東京でもちょっとなんか懐かしいっていうか、うん、どっかで見たことがあるような感じの街並みとか、まあ、あとその昭和歌謡とかが、うん、まあ、すごく楽しめるかな。普通に流れてきてくるびっくりする、まあ、風俗が、ちゃんとその自動的に切り取られて、うん、もう、残る。だから逆に言うと、東京がどん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 変わってって、うん、昔ながらの東京ってどこに映ってるって言ったらば、日活のモンブランを見ればいっぱい映ってるよっていうふうなことになるはずですよ、絶対。そうなんだ、ね。じゃあ、それは逆になんかその映画を見つつ、うん、その東京の街中の変化とかも、なんかそこですごい楽しめるっていうのはいいのかもしれないです。で、まあ、あといいのは、やっぱ尺が70分くらいだってことですよ。じゃあ、あっという間に終わっちゃうので、今だいたい2時間ちょっとあるじゃないですか。ありますね、もう長いと3時間とか、もう全然そうストレスはないです。いつあるんだね、スパッと。そう。だから、尺が短いから、うん、1週間交代3本立てだった。うん、1週間交代3本立て。上映が。1週間で変わる。うん、それで、2本が日活さんの、うん、うん、独自の自社制作作品。で、もう一本は、日活さんが作ったなくて、要するにピンク映画が作ったピンク作品を日活が買い上げて、3本立てにして公開してたのね。うんうん、へぇー、そう。だから、1回3本全部見ようとすると、まあ、60分から70分。だいたい3時間ちょいは、楽しめて、ああ、よかったって言って出てくる。っていう風な時代ですね。で、やっぱりそういう風に見てきた人たちからすると、なんか私みたいに、名画座で、なんかこう、まあ、いわゆる名前が残ってるやつだけを見てる観客とかは、もうお前は偽物だ、みたいな感じで。いや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 、そうね、高木さんくらい追いかけたら絶対言わないですよ。もうね、なんか本当はなんかそういうつまんないものが混ざってる中で、みんな見てたんだって言って、まあ、おっしゃる通りなんですけど、そういうことできないんですよねっていう、ことですね。だから、日活ロマンポーの出身の一般映画、監督っていうふうに、まあ、分ける意味においては一般というふうにとりあえず言わせてもらうけれども、単純に言うと、今5人の監督で言って、熊代辰巳監督なんかは、青春の砂鉄とか、素晴らしい青春映画をこの後東宝で撮ることになるんですよ。で、そういう監督とは、が日活ロマンポーの出身というふうに言われるのもあります。その、次の世代は、根岸吉太郎監督、
森田義満監督とかが日活ロマンポルノで手、うん、腕を磨いて一般映画に行きました、うん、そういうふうに出身っていうふうに言われるんだけども、そこで問題なのはその3本目の買い付けた、他社のプロダクションから買い付けた、3本目を工夫切ってたのも日活ロマンポルノの、うん、出身監督だと言われるようになるんです。それを、高木さんは拒否、うん、拒否でしょ。いや拒否じゃないです。拒否はなくて、うん、必ず間違えられるじゃないですか。まあ、広木隆一監督とか、ね、はい、いらっしゃいますけど、うんうん、まあ、いや私別にそれはそんなに厳密にはないし、うん、いいんですけど、そのやっぱりうちの会社見てて面白いなと思うのは、多分それはそのピンク映画撮ってる会社もそうだと思うんですけど、うん、例えばその小津安二郎監督って知らないかな、東京物語っていう映画を撮った方、松竹のね、まあ、うん、世界の巨匠ですよ、はい、で、その監督についてたのが、斉藤武一さんっていう監督なんですけども、うん、松竹にいてその小津さんについてた。でも松竹を辞めて日活に来た、はい、でその斉藤武一さんにの助監督としてずっとついてたのが熊代辰巳なんですよ、うん、あ、さっきの、うん、そうで、その熊代辰巳についてたのが、根岸さんであり相馬慎二監督、うん、ね、セーラー服と機関銃とか、はいはいはい、だやっぱりその映画ってこっから始まってるんじゃなくて、この人がいたらこっから始まってるんです。前からやっぱりそれがずっと続いているっていう説明をする上で、あ、はい、こう割と日活監督系図みたいなのは、うん、なんか周年の時は作るんですけど、その説明の上でこう、うん、なんとなく話しているので文脈がちょっとね、なかなかだからその買い取りの方とかこうそこに入れるのが難しいなっていうだけです。そう、ロマンポルノが登場して、うん、さっき言った何が変わったかっていうと、描写を非常にその、なんだろうな、あ、こんな自由に描いていいんだ、うん、例えば男女の絡みもそうだし、うん、なんだろうな、その、こういうせせこましい、うん、なんだ、大手の映画会社だと、いけいそうな、ちっちゃいちっちゃい青春映画でも成り立つんだだとか、うん、そういうふうな、なんだろう、作風が変わってくるんですよ、うん、だんだんと、うん。で、そこから一般映画に行った日活出身の監督たちも、そういう映画でいいのを撮りますから、どん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 、なんだろう、裾野が広がっていくっていうふうに、私は思ってます。知ってるからこそ、あ、これじゃみたいな。そうそうそう、必ず出てきますからね。ワンカットがすごい素晴らしくなるっていう。俺か。カトルシネマをご覧いただきありがとうございます。カトルシネマではオリジナルの T シャツ、トートバッグの販売を予定しています。詳しくは各 SNS でチェックしてみてください。よろしくお願いします。